はい、どうも、クロスです。ということで、今回は、なんかどうやら、ちょっと今日今ね、時事ネタについて、時事ネタっていうか、今何を喋ろうかなと思って、いろいろ検索してたんですけど、そしたらですね、なんか最近、全部自動化だとかいうお話があったじゃないですか。あれって全部嘘らしくて、なんか機械化とか、なんか人工知能とかで全部自動化しますとか言ってるらしくて、なんかそれって全部実際のとこ嘘だったらしいんですね。っていう話をちょっとしていきたいと思います。なんでそういう風なのかっていうと、結局のところ中身に人が入ってると、あれは。なんで人が入ってるかっていうと、人工知能がしてくれるのは仕事をするんじゃなくて、どっちかというと、あれね、仕事っていうか、スケジュールとかをしっかり組んでくれるらしいの。だからどういう風にやったら要領よく仕事ができるかなとか、そういう感じのことをやってくれるだけであって、別にあいつらが働いてくれるわけじゃないということはそうなんですよね。ああ、負けた。働いてくれるわけっていうという感じではなく、人工知能の代わりに設定してアポを取ったりとか、メールまではしてくれるらしいんですけど、結果的に、ね、仕事をするのは君たちだよみたいな感じらしいんですね。あと言っていいわ。なんだこのスナイパーが初期で撃たれてた。これだるいんだが、裏もあるか。めんどくせえな。で、何が特に書いてある感じでは、なんか12時間座らせて過剰労働させるとかいうとんでもないこともやるらしいので、割とちょっと恐ろしいところもありますね。当たんねえし。俺の代わりに出たやつが死んだわ。くそ。よいしょっと。雑談してるな。待って。でね、最近なんか手元をなぜ入れてるかのお話をさせてもらうと。わーお。それはね、もうこっちは見えないよ。はい。でね、全部自動化なんか嘘だと、元従業員が暴露してね、人工知能サービスの裏では人間が必死に働いてたらしいですね。やっぱりね、結果的に人間は働かないとダメらしいんですね。ちょっと、わあ、死んだ。もう、あの芋殺してくんね。ちょ、うぜいんだが。あの芋邪魔。なんだあれ。あ、俺さっきからあいつになんか2、3連続ぐらいやられてるんだけど。邪魔だな。めちゃ邪魔だもん。邪魔すぎんごっか。ああ、よし。なんか、こういうとこいるのマジで見えないんだよね。いや、多分ガラス割れてれば多分見えると思うんだけど、俺そこまで注意してないからさ。てか、もうさ、お前設置型じゃないかよ。それはもうバンされろ、お前も。いや、お前もう本当それはもうバンされろよ。それガチガチの芋スナイダーやつはもうバンされろ。めんどくさ。敵もいねえし。できない上にこれはもうちょうないますよ。で、そうそう。で、まあ、ってことからね、なんかそこのコメントの反応とか見ても、なんかね、まあ、コメントとかの反応見たけど、なんか、やっぱ子供を育てるのに親が目を離していけないのと同じことって書いてあったりとかして、あ、そうだなとかって思って、結構割とね、自分でも分かるとこあったんですけど、いや、じゃないとね、ほら。赤ちゃんが成長して自立するまでは、保護者が目を光らせてないといけないのと同じで、現実そんなもんだよね、みたいな感じの、あ、うーんって、そんな字で早いんだよっていう感じの回答が結構多かったかなと、多く見受けられた感じでしたね。いって、もうどこやねん、もう資格すぎるわ、そんなの。このね、なんか人間の視界はとっても狭い、なんか。だって、俺150度しか多分見れてないもん。でね、まあ、今日は別にナステマとか、そういう、なんか、そういうことをするわけでもないんだけど、そろそろね、アバベルオンラインまた始めないかんなと、泣きそうですよ、僕は。あんなクソゲーやってたら、もう、吐きそうで、終わったもんね、しろ。また来てる、なんか来てる、なんか来てる、なに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 。なんだ君は。死ぬがよい。リモスナイルから出たくねえんだよな。で、そう、だから、
実際のところ言うと、その話戻すんだけど、その人工知能が仕事するんじゃなくて、人工の AI とのタッグを組んで、なんていうかな、なんか仕事の効率を上げるみたいな、そんなもんなんじゃないかなと。わ、今隠れてたな、しっかりするよ。そんなもんなんじゃないかなという感じだそうですね。なんか業界も多分ね、ちょっと業界盛り上げて、代わりにでもなんか作って、なんか他の会社も急いで作るだろうから、なんかそれに任せるつもりだったんじゃないでしょうかね。まあ多分時代の流れときたら、なんか口から出任せだったんじゃないかなというとんでもないね、話だったのかもしれない。いないね。あれ、さっきこっちがいなかったかな。なんだこの露骨なクレヨンは邪魔だな。爆発入力高すぎ。まず自重してください。お願いします。高すぎますよ、火力があったかに。お前バカだろ。次あのとこ走ってらかもるわ、俺も。どこで、あそこか。当たんの、あんな位置当たんねえわ。いや、待ってよ、そんな追っかけてくる。わっ、お前そこ尺入ってんの、やべえな。ね、まあ AI っていうネタでなんかね、両者一発、なんか引っ張ってきてね、やばいよね。引っ張ってくるだけ引っ張ってきて、なんか話題性を集めるだけ集めて、結果的に、あ、嘘でいいですとか言って、結論付ける会社が怖い。いや、てか、それはもうバラしてるだけだから、別にそんなの自由だったんだけど。まあ、実際そんなもんだったっていうクソみたいな話ですね。はい、なんか、結構話が短くなっちゃったけど、いいかな。この後また次の話題で動画撮るか、という感じなんですけど。ごめんなさいね、このなんか、この話題シリーズで動画撮ろうかな。来る？来ないか。まあ、もうちょっと喋るかな。下打ちだったわ。お、勢いよく下打ちだわ。どこだ、どこで。やれんだよな、ここのサーバー。チケット少ない、チケットがまあまあ少ないなと思いつつ、やれんだよな、このサーバー。でもさ、俺ビーフ上手くなってね、最近ビーフだって、うわっ、ファントム、そんな眼構えとかひどすぎんご。俺、いつも入ってくるとは思わないけどな。まあいいや。じゃあ、まあこの辺で一回終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。今回は、なんか人工知能が、もし、人工知能ってか人工の AI が仕事するっていうのは、やっぱり遠い未来の話だったようですね。はい、っていう感じでご視聴ありがとうございました。またね。